あれは2年前、僕がまだ大学2年生頃の話になります。その時僕は皆さんもご存知の通り、ちょっとこの喋り方うざいからやめるね。あ、待って、何これ。その時僕は皆さんもご存知の通りね、親のすねかじり日本代表、まあ、深夜5年したらパパ活みたいな感じで親の会の仕方してたんだけども、まあ、言ってしまえば今もそんなもんなんだけど、当時からね、あ、僕、あるコンプレックスがあって、それが、なんか、大学の連中と飲みに行きますってなった時に、割り勘ってなるわけですよ。そうなった時に、果たしてみんなはバイトして自分で稼いでます。で、僕はパパ活で稼いでますね。果たしてそれは割り勘というのでしょうか、っていうのがずっと昔から僕あって頭の中に、てかもうほぼコンプレックスみたいな感じになって、どうしたのみことくん、トイレはさっき行ったでしょ、薬が切れちゃった、ね、薬の飲みすぎは体に悪いし、子供の時からそんなバン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 吸うもんじゃないよ、生意気に薬のことをグラスなんてかっこつけて言うやつは二浪してる青学生しかいませんよ、そんなの言うまでもないかもしれないけど、俺ってあんまり正義感ないわけですよ。でもね、罪悪感だけはちょっと感じるわけですよ。感じるというか、なんだろう、まああんまり感じないと言われる方が多いんだけども、あん罪悪感感じるところと感じたところが結構はっきり分かれて、それがちょっと独特だからね、なんか小中高だと人生浮いてきたんだけども、俺、まあ、こんな悲しい話がしたわけではないんです。バイトっていうものがすごいしたことがないからこそ怖いみたいな。なんだろう、俺ね、ファイナルファンタジー13ですごい印象的な言葉があって、知らないものは怖いし、怖いものは知りたくないっていう言葉があるんだけども、俺バイトっていうものをしたことがないから怖いわけですよ。すごい偉大なことをしてるように思えちゃって、うん、だから仕事とかもね、俺私生活で人に迷惑をかけるのが大好きなんだけども、仕事をしてる人の迷惑をかけるのはすごい恐れるタイプの人間なのね。すごい罪悪感感じちゃうタイプの人間なのよ。ファイナルファンタジー13の世界観で生きてるからね。それは違うね。ごめんなさい。だからすごい罪悪感感じちゃう。みんながバイト稼いでる中で俺だけパワカスで稼いだお金で割り勘ですみたいなアホズラこいて、これを与えるのがすごい罪悪感感じちゃって、俺そこで言ったわけですよ。怒らせてくんないかって。おい、ここは俺が売ります。マンジー。出身は八王子です。みたいな感じで怒ったんじゃないよ。全然もうね、ほんとね、ほぼ罪人、罪悪感とか裁判の論争で使えて、もう、己の罪をすべて法廷で暴露して性犯罪者みたいな気分でね、全部言ったの俺、理由を。もう情けない話ですよね。ごめんね、まず怒らせてくれないかと。なんてかって、みんなはバイトして稼いでるかもしんないけど、僕は、父さんの仕送りで、のうのうと生きて稼いだお金であるから、みんなに払わせらんない。割り勘とか言ってみんなに払わせらんないっていうこと？うん。俺、本当にもう罪人かのように俺は言ったわけですね。謙虚に。まさに謙虚に。それで僕は全部払ったわけなんですけども、その後よね、問題は。人間関係は金が絡むと一気に悪くなるってことは、やっぱりみんなね、覚えといた方がいい。あんなに謙虚に言ったはずなのに、その後数ヶ月後、前その飲み会で一緒に飲んでたってかね、俺の悪口言ってたの。あいつ、親の金のくせになんか、威張り散らかして、俺らの飲み会全部おごったんだよ、モテようとしてやがるみたいな感じで言われてて、男にね、これだから男嫌いだわって思ったよね。モテる、モテないみたいな感じの、格付けし合う男たちみたいな状況になったらさ、一気になんかさ、人を蹴下ろそうとするよね、みたいな感じ。まあ、そんなことはどうでもいいんだけど、とにかく俺ショックで、やっぱりなんかさ、俺そんなことあんなにさ、必死こいて、なんか法廷で全ての罪をね、自白するような感じのね、罪悪感で押しつぶされながらね、怒り高ぶった人間に移らないように、誠心誠意謙虚に言ったのに、やっぱり金の話になると、そうやって人間関係は悪いように移っていくんだよね。実際当時は全然怒り高ぶってるように見なかったし、誰もそういう風に思ってなかったんでしょうね。ね、親の会で威張り散らかしてる人間だっていう風に誰も思ってなかった。実際その場では誰も思ってなかったと思うんだけど、時間が経って、そして金のことがちらつき、そして男と女、モテるかモテないかのプライドが挟まった時、せめぎ合った時、人を蹴落とそうという横島な感情が入った瞬間、そうやって僕たちの思い出は脚色され、蹴下ろされるための材料に変わっていくんだなっていう話。結局何が言いたかったんだっけ、わかんないや。だから何がしたかったかというと、このこうやって昔のエピソードをね、語ることによって、YouTube でみんなとシェアする。そしてシェアすることによって収益が僕に入ってくる。そうすることによって僕のここの心の棘をね、みんなに溶かしてくださいっていうこと。金の悩みは金で解決していこうぜって話です。ね、こんなこと言いたかったんじゃないんだけど、人間関係本当にお金が絡むと本当にめんどくさくなっていくから、恩着せがましくしようとしたわけでもないのに、でもそこに金が絡むと、絶対人間は恩着せがましいっていう風に印象に、後から脚色されちゃうから、あんまりね、潔癖すぎる、あんまり潔癖な理由でお金を使うと、もしかしたら損する可能性がありますよってことが。こんなこと言いたかったんじゃないんだけどな。まあいいや、もっとお金話したいことがあったんだよね。パイパイデカミちゃんの話がしたかったんだけどな、もうどうしよう。もう容量が終わるわ。次のメモリーカードでお会いしましょう。じゃあ次回、パイパイデカミちゃんの話でお会いしましょう。